ホリエモンチャンネル。クビになって、ネクスト。そうです。やっぱり、スティーブ・ジョブズさんというのは形から入るなっていうふうに思う一つのエピソードがありましてね。私の友人が、まあ、当時、ネクストの仕事をちょっとやって、ジョブズさんと話す機会があった時のエピソードなんですけど、マッキントッシュには、ジョブズさんが、アップルにいた時はハードディスクを絶対つけない。なぜならばハードディスクはうるさいから。だから、思考の道具にはうるさいものはいらないってつけなかったですけども、今回のネクストはもうそうも言ってられないでしょ。どうするんですかって聞いたら、ハードディスクはつけますよ。ただ、本体を長いケーブルで壁の向こうに置いて、こっちはモニターとキーボードだけ置くようにしてるんですと。実際にそのマグネシウム合金を散々研究したこういう形の足のついた、モニターを作ったりですね、とにかく形から入る。俺でも、スティーブ・ジョブスって映画あったじゃないですか。一番最新の出たやつ。あれすごいいい映画だったんですけど、要は、ネクストのこだわり。だからもうなんかネクスト、ものすごいそれが、もう最終的には何の結論も出てないんだけど、みんな iPhone のこと知ってるから、あえて iPhone のことは映画の中では出てこないんですよ。一切出てこないんですよ。ね、みんな知ってるから。だけど、すごい iPhone ってこうやってできたんだろうな、みたいな思考の、こう過程を見せてってる感じ。マッキントッシュの頃にはまだ完全に理想化されてなかったハードウェアが、おそらくネクストで、ネクストってだから言ったらでっかい据え置き型 iPhone なんですよね。ネクストが初めてやったことって何かっていうと、一つはさっきの素材、そのマグネシウム合金でこんなのを作るとか、まあネクストキューブっていうこう、立方体の、パソコンなんだけど、その立方体の形の、ここは90度なのか89度なのかみたいな、シェイプにこうめちゃくちゃこだわったりとか、あとディスプレイポストスクリプトっていう、こういう滑らかな文字じゃなくて、ギザギザの文字だった昔。わかります。わかるわかる。四角でやってるからってことですよね。そうそうそう。ホリエモンチャンネルのロゴみたいな。ロゴみたいなやつですよね。はい。あれが、こんな美しいのになったのは初めてネクスト。ネクストコンピューターが初めてそれをやったりとか、であれを本当は手のひらに入れたかったんだけど、その当時の技術ではあれが限界だったっていう。だから形から入るっていうのはその通りで、でも形から入るってことがすごく大事なんだなっていうことですか。おそらくそうですね。ウォズニアックの時代には形関係なかったんですよ。言ってみれば、その、学研の付録に今で言えばですよ、ついてくるような剥き出しのボードコンピューターしかないときに、まあ、ちょっと綺麗にして売ったけれども、やっぱり中身か、拡張スロットを入れて、まあ、どんどん中身を公開してたから、アップルが作ったものじゃないアップル製品が、要するに、クローンが溢れたんだけど、ちょっと調べたら他のタンディ、ラジオショックとかね、コモドールとかって、要するに御三家って言われて、全部コピーで困ってましたよ、あの時代は。そういう時代から、反発から、スティーブ・ジョブズが作るものは全くコピーもさせない。裏も開けちゃいけない。ちょっとでも裏蓋開けたらもう保証外にします。でも、最初のマッキントッシュ裏蓋開けると、内側に宮大工みたいに、開発者の社員が浮き彫りで入ってるんですよ。全員のサインが入った色紙みたいに。相当それで金型値段高くなったって言ってますけど、そういう日本の宮大工だと思いますよ。こういうことを、彼が、発想したのは。ちなみに、最近の MacBook Air のマグネット式で電源がパッと取れるやつも日本の電子ジャーを見て思いついたらしいですよ。電子ジャーなんですね。電子ジャーマグネットポンって取れるじゃないですか、安全装置みたいに、あれでアップルもこれグサッて刺すのからパコンって外れるあれを特許取ってたっていうのを聞いたことがあります。本当にスティーブ・ジョブスっていう人だけがですね、語られがちですけれど、しかも神のプレゼンテーションとかそんな風な本ばっかりですけど、実際そのドロドロとしたジョブスが戻ってきた時に負債とかですね、どう整理していったらいいのかとか、あともっとベースの派手な部分じゃないところの部分を見直す時期に来てるのかなというふうに僕は思います。その深刻化するのもいいですけどね。で、まあ日本においてのことしか書いてない本なので、その中のごく一部しか書いてないんです。しかも、もう全員直接会って、書いて。で、今回はね、堀江さんの旗振りで、漫画家の梅先生が、スティーブスっていう連載をやられてる先生が、要所要所を全部漫画にしていただいたおかげで、2冊に分かれてるんですけれども、こういう形で出たのも大変ありがたいというか、感謝ですね。本当にありがとうございました。なんかすごいいい本になりましたね。あったなった。
自画自賛あれですけど、うん、ホリエモンチャンネルで思いつきでね、あの復刊しましょうって言ってたんだよね、うん、実はあのきっかけがね、ホリエモンチャンネルのあの対談がいつでした、3年ぐらい前ですかね、あれ2、3年前ぐらいの時に、なんか朝の9時か10時で飲み屋でお酒飲みながらやる、そうなんです、収録ですよ、あの居酒屋ホリエモンチャンネルの第1回が斉藤さんだったんですよ、うん、それでこう好き勝手喋ろうってなった時に、うん、じゃあもう一回作りましょうっていう話を、そうだっけ、堀江さんがされてて、本日はここまで。今回は斉藤豊さんと猪瀬直樹さんにお話を伺いました。堀江門チャンネルがきっかけで始まった斉藤豊さん著書リンゴの木の下での復刊企画がついに現実になりました。日本の視点からアップル社を描いた最初の作品で、スティーブズの作者梅先生による漫画挿絵が追加され、とても読みやすくなっています。ぜひチェックしてみてください。猪瀬直樹さんと磯田道史さん教書の明治維新で変わらなかった日本の革新も絶賛発売中です。こちらもぜひ手に取ってみてください。さて次回はどんなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。メルマガ登録はこちら、チャンネル登録もよろしくね。内容ウェブに頼ったページは